回はボケっとしているお前に今が何月か教えてやろう企画なんだけど、今が何月だと思ってる？お前とるは8月末です。つまり何を言いたいかっていうと、8月が終わってしまう、僕らの夏が終わってしまうよな、なんかそういう企画があってるじゃん、いろんなところで。僕らの夏休みは終わらないみたいな。終わりますよ、何をしても終わりますから。で、僕は夏休み終わらない、もう夏が終わったらスイカ割りもプールも海も花火もできないじゃんと思ってるかもしれないけどね、よく8月マジでヘドが出るほど忙しかったんで、ありがとうございます。もうね、本当にね、忙しいっていうのは本当にありがたいことで、いや、ありがたいです、まあ、ありがたいですって言いながらやっていたんですけれども、8月末イベント当選した方はイベントでお会いできる、要はワクワク、純粋な気持ちでワクワクワクとしてできる仕事はそれだけでした。正直言います、ごめんなさい、もうね、他の仕事がもうてんてこまいてんてこまいてんてこまいやー、もう朝起きた瞬間もトイレにいる時もお風呂に入った時もご飯食べた時もずっとうわーってずっと考えて、それが今日終わったんですよ。だから8月が私の悲しいですなーって言ってるやつ、しがちゃんもう本当にあーどうしよう、だからもういきなり喋るの疲れちゃってって黙り込んだら、どこまで喋ったか分かんなくなってしまったので、もうこの話終わりということで、大労働を終えた村長は同期に行ってきたちゅんです。重たくてさ、ちょっと待ってよ、何が入ってるの？肩脱臼番長ですわな。今日はとか今回は3万円分ぐらい購入してきたので、みんなで楽しい思い出作っていきましょうかってこと。夏休み最後のそうで、夏休み最後の思い出、ドンキやばくないってか、しかも勝手にみんなの夏休みを終わらせようとしてて申し訳ないんですけれども、夏休みの最後の思い出、いや、こんにちはね、作っていきましょうかということで紹介していきます。レッチンゴー。何か紹介しようかな、何か紹介しようかなって楽しそうに思ったんだけど、また騙されるとこだった。結構撮影が楽しくなっちゃって、よく騙されることがあるんですよ。今日、みんなに言ってやろうと思ってたことあって。私、覚悟してね。あ、ヒョウが喧嘩になってもいいと思ってるから、ピグッとやった。この間、ヒョウサブチャンネル作ったんですよ。村長の暴動日記っていう、サブチャンネルを作って、で、メイン動画、こちらのメインチャンネルね、メイン動画じゃない、メインチャンネルでボツになった動画を上げたんですよ、鍋を食べるっていう。そしたら、サブチャンネルとメインチャンネルの違いって何ですかとか、いや、サブチャンとメインチャンネルの違いなんだよみたいなコメント殺到したんですけど、知らんよ、ヨゴも。その違いっていうのは絶対につけないといけないものなのと思って、ごめんなさいね。本人だけど説明できねえから、好き放題に、どちらもメインチャンネルもサブチャンネルも好き放題に、邪魔だろ今、結構怒ってるふりしてるんだからさ、そのように可愛いモフモフが前に来たら、このように、となってしまうだろうがに。結構メインチャンネルでもね、これでもかってぐらい好き放題していて、自分が、こう楽しいなーで、喋りたい、喋りたいなーと思うこととか、まあそういうのをね、好きなタイミングで、まず上げて好きなようにさせていただいてるんですけど、まあ、サブチャンネルも好きなように暴動を起こしていこうと思っておりますので、皆さん暇な時とかお時間がある時に見てくださると嬉しいです。やっとドキホーテル購入委員会始まるよと思ってるだろ、始まらないよ。もう一個言いたいことあって、この間博多駅行ったんですよ、ヨゴ。なんで行ったか覚えてないし、みんなも気にならないだろ、そんなに。で、博多駅行ったわけ、停止して。てかさ、もうごめんなさい、全く関係ないけど、テチっていう友達がいたのよ、この間。この間まで、そのテチはどうしたのって、みんな不安になるかもしれないけど、その気にしないで。まあ、とりあえずテチっていう友達いて、その、なんかこう、名前をね、呼んでるみたいで、嫌な気持ち、呼ばれる方が嫌な気持ちになるのわかるけど、呼ぶ方が嫌な気持ちになるってことは、やっぱりその人と何かあったのってみんな思うかもしれないけど、気にしないで、いちいち。気になるだろうってことなんだけど、まあ、とりあえず、テチ、歩いてボンボン、イェイイェイって、ごめんなさい、テチが嫌すぎて、ボンボン、イェイイェイ、なんか言おうと思ったら、ボンボン、イェイイェイって、ちょっとダサすぎる、ラッパー初心者みたいなこと言ってしまったんですけど、まあ、いや、よし、結構歩いていたわけ。で、そしたら、女の子とか女性の方に、はぁーみたいな感じでこう、いやーみたいな感じで来られたんですよ。ね、声かけられた時って大体、ひよこちゃんですかとか、ちゃちゃちゃっと来て、ひよこちゃん応援してます。
プライベートすいませんみたいな感じで言ってくれる人とか、あと写真撮りますいいですかとか言ってくれる人とか、まあ、いろいろ様々いらっしゃるんですけども、たまに私の名前を呼ばないで、まあでもなんか知ってんだよなみたいな感じで話しかけてくれる人いるんですよ。え、なんかみたいな感じで声をかけてくれる人いて、でそういう時ってさ、でも自分でさ、あ、ひよこんですっていうのもなんか恥ずかしいわけ。もし本当に私のことひよこんと思って話しかけてきているのかがわからないじゃん。だからひよこんちゃんですかとか、あ、YouTube してる方ですかとか言われたら、あ、そうです、ひよこんですとか言うんですけど、なんかその方が特殊とか、まあ、たまにいるんだよね。名前が分かってなくて喋りかけてる人、何喋りかけてくるんだろうと思うんだけど、あの、ね、まあ、顔見たことあるみたいな感じで喋りかけてくる人いたら、その人めちゃくちゃ特殊で、今までもね、何人もいるからそういうこと、あ、なんか、みたいな感じあるから、結構慣れてるから、あ、ちょ名前が分からないんだろうなと思って、結構じーっと見てたの、こうやって。じゃあなんか、みたいな言ってて、やばいと思いながらよく構えてて、なんて言うんだろうと思ったら、ピグレットですかって言われて、ごめんなさい。あのね、よく基本的に何言われてもはいそうですって言うようにしてるんですよ。もうなんかそれもそれでいいじゃんみたいな感じで、なんか何なんの方ですよね、はいそうですって言うようにしてるんですよ。さすがにピグレットですかって聞かれて、はいそうですとは言えなかったですね。ピグレットは本家がいるから、あのピンクの豚が豚ちゃんがいるからね、プーさんの仲間、愉快な芋虫のようなピンクの豚のピグがいるから、さすがにピグレットさんですからね、はい、ピグレットですとは言えなかったですけど、嬉しかったです。ありがとうございます。それでは早速紹介されます。早速じゃないんだけどね、全然。もしかしたらこれ5分ぐらい喋ってない前置きで。まあでもヒヨコの動画ってなんか前置きもう楽しんでいきませんみたいな、立ち飲み酒屋みたいな感じだから、そこら辺はね、あんまりズベコブズベコブうるさいヒヨコのばあさんみたいな感じで言わないでほしいですね。あとね、ごめんなさい、もう一個喋らせて、一個気づいたことがあって、なんか引っ越してからね、サムネイルっていうの、サムネイルっていうのじゃない、 YouTuber だからサムネイルぐらいわかんないけど、サムネイルがなんかちょっと暗いなと思って、なんでだろうと思ったら、こっちの部屋も電気つけれんのよ、これね、それ忘れててひよこ、これで完成だと思ったらひよこの家はここに電気があって、これでもさ、なんかこう雰囲気いい感じのオレンジの暗めの部屋にしたかったら、オレンジの暗めの部屋になってるんですよ。狙い通り、狙いを定めて一丁五ということで。でもさ、前の家のあのあれ、何、リビングにあれ、あのマロモナの部屋の電気がついてたんですよ。あれやばい、うわー、これみんな気づいてたの、ここに燃えるゴミずっと置いてることを。で、あれを言ってたから結構明るかったんだけど、こっちもちょっと暗めで、これがあって、でそこにも電気を置けるから、あそこに電気を置いたらみんな嬉しいの、明るくなって。まあまあ明るかろうが暗かろうが、まあまあいいですよということなんですけれども、じゃあ早速紹介していきます。レッツゴー！はい、まず一つ目、こちらー、たらー、もうひよこが一番大好きな松坂翼さん、松坂翼さんだろうねこれ、あ、ほんと、まあ、あ、ほんとじゃ、松坂翼さんがプロデュースされているドーリーウィンクのつけまつげです。ひよここれしか使わないから、つけまつげ、ほんとに嘘つきました。これがないときは他のも使うんだけど、でもあるんだったらマジでこれしか使いたくないっていうぐらいこれが大好きで、結構家に常にストックがあります。これが一番漏れるの。なんかさ、この机も家になってきたらすごい反射してさ、こうこういうことになってさ、こうやってうわーすごいヤマタノオロチだみたいなことになって、ちょっと嫌な気持ちだよね。あ、次にこちらー、たらー、何これエラスティンマミノ、あ、アミノか、アミノペッ、アミノペッタイドキュー、ペッタイ、ペッタイドペッ、ペッタイドって何？ペッタイドって何だろう？書いてんじゃん、英語で。ペッタイド。英語でもわからなかったわ。とりあえず、ペッタイドケアっていう、こちらなんか韓国のシャンプーを買いました。これね、匂いも、なんか、ホコリだらけだけど、やっぱドンキってホコリだらけなんだ。なんかね、ひよこあんまり好きじゃないんですけど、なんで買ったのって感じかもしれないけど、あの、なんで買ったかちゃんと理由があって、ひよこさ、いつもみんなに気になってもないだろうに、なんで買ったかを説明してるんですけど、飽きもせず、こりもせずに、求められてもないのに、なんか悲しくなってきた。なんか、妖怪みたい、私って。で、まあ、いや、なんで買ったかっていうと、ひよこんちにあるシャンプーって結構なんか、髪終わってたからさ、ブリーチします、やりすぎて、やりすぎて、髪が終わってたから、結構高めのケアにこう特化されたシャンプーを買ってたんですよ。でもさ、普通に洗いたい時あんじゃん。じゃが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 って。洗ってる時にそれを使うのがすごく嫌だったから、こういうなんかもう結構ドサドサドサって使えるのがいいなと思ってこれを買いました。はい、お次にこちら、アロマジェルライトな香り12週間、12週間
ったんだけど12週間も続くらしい。嘘だったらボコボコにするからな。ボコボコにするとか言ったら黙れし。気持ち悪い、まあ、とりあえずこれはなんでかって別になんで買ったかとかねえだろって感じかもしれないけど、これもあるんですね、理由が。今日はね、理由のある買い物をするようにしていて、よく言いますねって感じかもしれないけど、シーンでいつもバカみたいな、バカ言っちゃいダメいらない、とりあえず変なものばっかり買ってるからさ、みんなに理由のある買い物しかしないとかよく言えたもんだな、こいつと思ったけど、誰に向かってこいつとか言ってるわけってことなんだけど、思ってるかもしれないけどね、なんか、でも絶対こういうね、ビーズ系入れるんですよ、洗濯するときに。柔軟剤のビーズ系入れるんだけど、なんかさ、なんか、今の組み合わせ、ダウニーと、あとこういうの紫のビーズとかの組み合わせ大好き。それが一番好きだったんだけど、なんか、鼻が鳴りすぎて別の匂いに感じてきちゃって、え、なんなのこの匂いって。なんかし、あーくそ、なんでごめんなさい。なんかよ、もう、なんかおかしな人みたいじゃん。やばい、どうしよう、ごめんなさい。なんかね、言葉に行き詰まって、自分が表現したかったことが言えなくて、めっちゃ、いるねーってして、って言っちゃうの。くれーとか、くせーとか、いつもカットしてるけど、めっちゃいい流れで来てる時はね、たまにこう、ドゥンダンダンドゥンダンダン、ドゥンダンダンドゥンダンダンってトークがめっちゃ気持ちよく進んでて、さあ、あとはオチを言うだけですよーって時に何も出てこなくて、とかなったら、くせーって言って、一人で怒っています。って、あんまり言わない方がよかったかもしれない。はい、お次にこちらー、こちらの、なんか、雪山のスキーっていう、何言ってんの、まあ、いや、サークル雪山スキーでお泊まり会しましょうよっていうしょうもないサークルの人たちが飲んでいそうな、ちょっと待ってよ、しょうもないサークルの人っていうのは違くて、結構サークルのことを悪く言っているんじゃなくて、 いかがわしいサークルの人を言っていますからね、皆さん。しかし、青春で汗を流そうというサークル、あと飲みましょうというサークルは別に、イエス、ごめんなさい、もういいですか。はい、とりあえずこちらのね、クライナーセット買いました。これなんで買ったかっていうとこれにも理由があって、どんな理由なのと思ってるかもしれない。でも飲みたいとかいう、そういう単純な理由で買ってないんですよ、これは。じゃあどういった理由で買ったかっていうと、なんか最近こいつ気合入ってねえなみたいな、それ酒に対してじゃないよ、人生に対してね、こいつ最近何だろうな、やる気あんのみたいなやつを家に呼び出して飲ませようと思って買いました。何も知らない騙されてこの家に侵入してきた奴らに飲ませようと思って、お前なんか最近やる気ないけん、この一番まずいココナッツ飲めよとか言って、ココナッツ、あ、ミントとかなんかそこら辺の私は嫌いな味をとりあえず飲ませようかなと思って買いました。お次にこちら、ハリボーゴールドなんとかって言って、これ何フランス語みたいな、なんかちょぼちょぼてんてんみたいなのついて、なんていうのか知らないけど、ハリボグミを買いました。これ語りは特にないです、食べたいから。ありました。これなんで買ったかっていうと、さっき言った通り、ひよこ8月末マジで仕事もうなんかすごくって、どうしようかなと思ったんですよ。でそれでもう机でこれを食べながらやったら楽しいじゃないと思って買ったんですけど、忙しくてグミ食べてる暇とかあると思ってんのって思ったから食べませんでした。はい、お次にこっちな、削らない優しいピーリングコットンパックで簡単角質ケア、ワンディズユーノーズピーリング、じゃん。こちらの多分やけど鼻のブラックヘッドを綺麗にしてくれますよっていう商品。これなんで買ったかっていうと、なんか東京の友達でね、これを買ってる男の子がいて、これめっちゃ効くみたいな、どないなもんだねみたいな感じでストーリー書いてて、そんなに効くの、だから効かなかったらその友達と絶交しようと思って買いました。だから絶交する口実が欲しくて買ったんじゃなくて、まあ、普通になんかこれ買うときに、あ、これ本当にあんま良くなかったら、それ絶交しようと思いながら買いました。はい、お次にこちらーだらー、唇のね、パックみたいなやつを買いました。リップパック。そのままの名前なんですよ。あ、チュージーか、コージーか。コージーじゃないだろうね、これ。チューシー、あ、チューシーらしいです。プルプル唇、水ブレーク。唇用パック。なんでそんな滑舌あるひよこさん。唇が分厚すぎて滑舌が悪いのか、歯がちょっと前に出るか滑舌が悪いのか知らないけどさ。まあ、いろいろ問題がありますよ、ここには。なんか、こちらの、リップパック買いました。ひよこちゃん、そんなことして、また、キスでもする予定ありますかって思ったやつ、全員ボコボコにしますよっていうこと。この返事でわかるだろ、ないんだよな、そんな用は。でも、なんか唇プルプルっていいよなと思って普通に買いました。はい、お次にこちら、マジョリカマジョリ、マジョルカ、マジョマジョのスキンナビゲートカラー、コーラルピーチ、スキンミルク化粧下地ですね。こちらを買いました。
これはなんかクマとかにいいですよって書いてあって、結構本当にクマやばくて寝不足ネズミみたいな顔になってるから、さすがにどうにかしたらどうって言われたんですよ。誰にそんな失礼なこと言われたのと思うんですよ。誰にも言われてませんでした、ごめんなさい、嘘つきました。まあとりあえずなんかクマやばすぎて、そうこの間ね友達会った時に言われたのに、ひよりあんたなんかクマやばいけど大丈夫みたいな、寝た方がいいんじゃない今日は帰ってとか言われたから、悔しくてめちゃくちゃ悔しくてっていうか、その友達をさ、いちいちクマがあるせいで心配させていたらキリがねえじゃねえかと思ったので、こちらでねどうにかなればいいなという願いを込めて買ってみました。はい、でお次にね、ひよこ、これがないと生きていけませんっていうぐらい、それは言い過ぎか、まあ いや、これがないと生きていけませんっていうぐらいにひよこがすごく重宝している VT しかナイトリップマスク、じゃん。これ出したらね結構濃いピンクのあのパッケージなんですけれども、あの名前の通りリップスティックだから リップバームみたいなやつです。これが一番唇がプルプルになるから好きで、そう常にいいな、今度なくなったからまた買いました。はい、またまたマジョマジョなんですけど、シャドウカスタマイズケース、これがね3個自分が好きなアイシャドウ入れられますよっていうやつで、何を買ったかっていうと、もうこの防犯シールのせいで何も見えしないんだけど、 BR324番、 こちら茶色っぽいオレンジっぽいなんかラメと、あとルミナスティック OR300、 これもなんかちょっと茶色っぽいオレンジ、まあオレンジかな、これはオレンジアイシャドウと、あと BE202 番、こちらもうオレンジなんでそんな同じ色ばっか買ってんのって思ってるんだったら説明しちゃいますよ。こういう色が好きなんでしょ、私がこういう色ばっか買ってるってことは同じ色ばっかり買ってじゃない、あそういう色が好きなんだねということだろう。はい、お次にこちらリップを買いました。こちらのお名前がマットジュエルリップコレクション、琥珀の余裕。琥珀の余裕って何ということなんですけど、これなんかお写真、宣伝写真に5歳 ひなちゃんで、ごめんなさい、あの面識がのまだおしゃべりしたことないんですけど、5歳ひなちゃんっていう、これ5歳ひなちゃんの挨拶じゃないよ、ひよこのイメージね、5歳ひなちゃんっていう感じのめちゃくちゃメイクが上手なあの YouTuber さんいるんですけど、その方がお写真にいらっしゃって、プロデュースコスメなのかなと思って、あとこれ色がめちゃくちゃ可愛かったので買ってみました。でお次に、何これ、なんだ、あーティルティルのコンシーラーを買いました。どうぞ、語り言うなし。はい、お次にこちらプンダチパキンミャン。最近全然食べてなかったんですよ、プンダチパキンミャンを。だって本当に、ごめんなさい、今食事中の方がいたら4秒飛ばしてください。いきますよ、3、2、1。ギリになるんですよ。だから本当にね、食べる時をわきまえないといけなくって、わきまえられそうなので買ってきますよ。まあ、わからん。ちょ、何が言いたいかわからん。で、あとこれ、福岡市営のゴミ袋を買いました。もうこれ、私んち何でか知らないけど、ゴミが大量に出るので、やっぱり動物が一緒に住んでいるってのもあるんだけど、ゴミがすごく出るのでね、ゴミ袋買ってきました。これ、紹介しなくていいですよって感じかもしれないけどね、結構全部紹介してやりたいので。ちょっと紹介してやりたいっていうのは、紹介してあげたいの方のやりたいじゃなくて、紹介してやりてみたいな、そのなんか、紹介してやろう。いいか、それじゃないの、なんか何だろう、紹介してやるからね、の方ジャイアンみたいな声で紹介させてもらうぞの方の紹介してやるね。はい、で次に着圧ソックス、このこのウサギマイメロのあれ買いました。これなんで買ったかっていうと、結構ねいつもドクターマーチンとか、あとなんかブーツ系革靴系をよく履くんですよ。で家帰ってきたら足が2倍ぐらい膨れ上がっててなんか病気になったの足が膨れて、でもう重たくて歩くのもしんどいぐらいむくむんですよ、足が。なんかそういう日は帰ってきたらこれ履いたらどうですかと思って買いました。それでお次に靴下を3つ買いました。ドンキホーテっていうのは靴下3つで買ったらどうですかキャンペーンっていうのを常にやっていて、まず1個目、これもうこれ最初見た時怖くてたまらなくて、何がこれ、もう顔がこれ見てよ、ほらなんかもうガウ食べちゃうぞみたいなガウガウガウみたいな感じの顔してて、本当にうわ怖っと思って目つぶって、目がうわでも気になるって、気になるのは買おうと思って買いました。で、あとはこれポップテピピックのこれ、マイメロとあのクロミちゃんこうなってるやつ可愛いなと思って買いました。あとはこれ、リサイクルセンターなのってぐらい色あせたウィニーダプーの靴下買いました。
なんかコーンポタージュお菓子みたいな色してて、かわいそうと思って買いました。そう、次にこちらね、キヨゴンね、いいよいいよ、まあまあ今の今までね、すごい楽しそうに買い物しとって、まあ全然いいと思うんやけど、それ絶対いらんやろと思ったやろみんな。これね、本当は結構あんまりいらないかもしれないんだけど、これなんでか、待って、こんなちっちゃい、まあ計算ミスかも。でもこれは多分帽子がちっちゃいんじゃなくて、ヒヨゴの頭がでかいんだと思う。もしかしてヒヨゴはこの説明しなくてもみんなそう思ってるの？ねえ、これはなんで買ったかっていうと、別にこれなんで買ったかとか説明いるって言い出したらさ、これとかこれとか説明しとったのも意味わからなくなるから説明するんだけど、あのさ、今って暑いじゃないですか、夏だからね、夏だから暑いじゃないですか。でそうなるとやっぱりなんか帽子をかぶっていった方がいい日とかもあるんですよ。だけどさ、なんかあんまりガチガチにちゃんとした帽子をかぶっていったらなんか似合ってない時は恥ずいなと思って、でもこれだったらさ、なんかまあ似合ってなくても、まあ、お前またそのかぶってきてみたいな感じでみんなにこうなんかこうあしらってもらえるし、あの帽子はかぶれるし、めっちゃ便利じゃんと思ってこれ買いました。でみんな、あのびっくりしないでほしいんですけども、全部びっくりする人おらんと思うけど、こちらのちょっとね、マロちゃん今いいもんいい感じで進行していたんだからね、僕の新人の BPM は150になったぞということね。後あのサンリオの靴下じゃない、あのスリッパを3種類買いました。シナモンとクロミちゃんとサンギョドン。ていうか本当はキティちゃんとマイメロとドラえもんが欲しかったんだけど、何もなかったのでしょうがなくこちらの可愛い3種類のやつにしました。なんでお前ってそんなにしょっちゅうスリッパ買い替えてるのと思うけど、言わないとわからない、毒がボロボロにしているんですよ。ニャ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 って噛んでボロボロにするから、こういう風に定期的に買い替えないといけない。でもなんか靴下って靴じゃない、スリッパってさ、よく見たらめっちゃ汚れてるから、まあなんか定期的に買い替えないといけないものとかして取られると、まあ別にいいかと思って、ボロボロになるぐらいならないと買い替えたくないからさ、ヒヨコも。でもさね、袋が1個なくなって動揺するんだよね、今なんで1個ないんだろうと思って。まあいや、あとトイレに行きたいっていうのもあるんだけど、トイレに行きたいからね、あともう一つの袋はもうバーッとね、ご紹介していくんですけど、1個目こちらの雑巾みたいなやつ。これも買った理由は掃除したいからしかないだろうということで、あともう1個の袋。あの、掃除したいんですよ、常に。もう拭き掃除私めっちゃするので、しょっちゅうなくなるからね、雑巾が。買いました。で、あとこちら、シュワッと洗濯槽クリーンの、なんかヒヨコンチの洗濯槽めちゃくちゃ汚そうだなと思って買いました。なんで汚そうだなと思うかっていうと、本当に汚そうだからです。で、あとゴムポンツルツ。こちらね、あの、脇じゃなくて、なんで、ここ、あ、背中か。背中のイボ物とか何かこう物体をきれいにできますけど、なんかどうですかねみたいな感じです。まあどうにかしてほしいので買いました。なんか背中ニキビってどうしてもできるじゃないですか。それをどうにかしていただこうと思って、できなかったらボコボコにしてやろうと思って買いました。であと次、サボったリング大盛り泡なんかウケる。で大盛り泡じゃなくていいんだけど、別に普通の泡でいいんだけど、なんかこれは大盛りの泡をなんか授けてくれるし、なんかヒヨコんちのトイレに必ずうんこをこびりつけていく友達がいて、ヒヨコはね絶対便器にうんこをこびりつけたりしないんですけど、絶対うんここびりつけてくる友達がいて、ヒヨコそれ掃除したくないから汚らしいし、なのでこれで掃除できたらいいなと思って買いました。でもさ、これサボったリング用だよね。ごめんなさい、これうんこ用じゃないから自分でやらないといけないですね。で、あとヒヨコはこれいつも使ってる歯ブラシ、なんかヒヨコこれ好きだから使っているんですけれども、なんかちょっとボロボロになってきたので買い替えました。で、あとこちら、いつするつもりって感じの縄跳び。なんかさ、ヒヨコさ、無性に縄跳びをしたくなる時期があって、定期的に今それなんだけど、したくなったので買いました。どこでしようかなって考えています。で、これ縄跳び、これも仕事が忙しかったから、寝ちゃいけないと思って買ったやつですね。で、あと大人のチョコミント、これ費用買ってないし、なんでこれカゴにってかの、こうショッピングバッグに入ってるのかわからない、なんか詐欺られてる、またドンキホーテに、わからない、自分に入れたのかもしれない。でも費用本当にこれ買ってない、いや欲しいと思わないもん、このお菓子のこと今こう見たって、でその時これを見てたって欲しいと思わない。さすがに買ったもの買ってないものはわかるよ、これ費用絶対買ってない、みんな信じてほしい。はい、以上でした。ピクトル今日もね、ご視聴していただき本当にありがとうございます。また会えるのということでした。お手すぎのところでしょ。あにゃん、早くだろー。